はやとチャンネル。こんにちは、あやチャンネルです。今日のお魚はこちら、オニカサゴ、イズカサゴです。オニカサゴです。オイドンがオニカサゴです。あの正式名称はね、イズカサゴという魚になりますが、釣りでもすごく人気の魚で、オニカサゴ釣りいっぱいありますよね。オニオニって呼ばれてるやつです。水深はね、100メーターから深いところだと200メーターとかね、いるような魚ですけれども、日本全国に生息していて、日本海とか太平洋とかね、いろんなところで取れるお魚です。特徴はなんといってもこの赤い鮮やかな色、それからこの顔、すごい顔してますよね。トゲもあるし、でなんといっても毒針があること、これがねこの特徴ですよね。鮮やか、斑点みたいなものがある、黒い斑点ね。でこれ、今回入手したこのお魚、結構大きくて39センチぐらいあります。39センチ、大きいものだとね50センチぐらいになるんですが、カサゴってねやっぱりこれぐらいの大きさになるのに相当時間がかかるんで、まあ、20センチを超えてくるとね、まあ、かなり大きな、まあ、年数を経った、お魚だと思います。38センチということで、このね鬼ちゃんを今日は絶品料理にまた仕上げていきたいと思います。鬼カサゴで、毒についてなんですけど、僕ね今素手で触ってますが、ここ毒針あるところです。かなりね注意して触らないといけないので、注意してもらいたいんですけれども、この魚は4箇所ね、大きく分けて4箇所毒針があるんで気をつけてくださいね。まずここの1、2、3、4本、5本、この辺ね、先端透明になってるんですけど、こいつがね毒針です。これが1箇所目で、2箇所目がね、どこ行こうか、顔ですね。ほっぺた、こういうやつ、これが毒針ですね。それからここ尻びれ、ほらここにもある。でもう一箇所がここの胸びれのところ、ここですね。ここ。はい、それではね、まずね、とにもかくにも毒針をね取っていきたいなと思います。ハサミをねまず用意して、まずここから、この腹びれね、これこいつ、ここね、このエラのところ、ここね、それからこの尻びれ、ここね、こういうやつはね、なんかこういらないペーパーとか箱とかに入れてね、これ取った後も毒ついてますんで、これね、なんか包んで、こういうものとか包んで、さらにねビニール袋とか入れて捨ててくださいね。はい、じゃあさばいていきたいと思います。今日はねまずねお腹からねさばいていこうかなと思います。なんか肝が入ってるからね、傷つけないようにお腹をまず裂いていきます。こうですね、はい、でエラをね外していきましょう。全部まるっと、はい、取れました。肝ね、これ肝、肝臓、それと胃袋をね取り出していきたいと思うんですけれども、美味しい肝ですからね。続いてね、これが胃袋なんで、これ胃袋ね取っていきましょう。でかいね胃袋。
胃袋はね、湯引きをします。で、肝については酒蒸しでいきたいと思います。お酒につけて酒蒸しします。それではね、この鬼カサゴ、まずは鱗をね、いつも通り落としていきたいと思います。鱗すごいからね。はい、それではね、さばいていきましょう。今日ね、まずこいつ頭をね、落としていきたいと思います。頭落としていきましょう。はい、頭が落ちました。はい、じゃあね、3枚にさばいていきたいと思います。背中側から包丁をこうダーッとまず入れていきます。はい、取れました。はい、では反対側もさばいていきたいと思います。さばけました。はい、今日はね、今日のメニューは姿作りにね、していきたいと思います。なんつったってね、この鬼カサゴ迫力ありますよね、見た目にね。やっぱり美しいんで、姿作りをしていきたいんですけれども、お刺身とそれから炙りをね、作っていって、あとしゃぶしゃぶね、して食べるようにしたいと思います。じゃあまずね、釜をね、取っていきましょう。今日釜ごとね、さばきましたんで。はい、腹骨をすいていきます。腹骨すいてね、ここね、1本残ったりするときはもうピンセットで抜いちゃえばいいと思います。結構奥深くにね、入ってんだよね。はい、こういう感じで。ものすごく肉厚でね、美味しそうな白身。はい、もう一枚はね、炙っていきたいと思いますんで、線を入れていきましょう。縦に2本入れます。はい、酒蒸しにします。チンができたら冷蔵庫で冷やします。胃袋を湯引きます。はい、これを冷蔵庫で冷やします。はい、できました。鬼カサゴの姿作り、じゃーん、透き通ってますよ。かなり体がね、身が透き通ってます。
じゃあ早速食べていきたいんですけれども、今日まずねお刺身の方からいただきたいと思います。もうね白くて透明、すごいよねこれ。いただきます。うん、うん、美味です。うん、コリ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 しててね、食べ応えがあってものすごくね甘い。これ絶品だ、もう絶品。あ、うまい。続いて炙りいただきたいと思います。両面炙ってますからねこれね。うん、皮と身との間がね、魚って一番うまいんですよ。鮭とかでもね、皮食べれない人いるかもしれませんけど、僕皮とね、身大好きです。うん、これも同じく。うん、イサキとかね、磯魚でもね、イシダイもそうですけど、皮うまいですよね。うわ、すごい食べ応えがあります。この肝をね、ちょっといただいてみましょう。肝、うん、癖がない。うわーって濃厚さもそんなにないし、さらっとしてますね。これ胃袋と一緒にね食べると絶対いいと思う。うん、うん、胃袋はすごい。うん、これはもう貝、貝のね、もうコリ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 したシャキシャキした感じですね。これ胃袋珍味だね。うん、たまにはちょっとこのすだち絞って食べてみたいと思います。絶対うまいよね。うまっ。うん、透明感は2倍になります。じゃあしゃぶしゃぶいきたいと思いますけれども、今日ねこの大分のね柚子胡椒かぼす本家、これね僕おすすめです。この柚子胡椒、柚子胡椒を少しねポン酢に入れまして、ネギポン酢、これでしゃぶしゃぶしていきたいと思います。軽くねしゃぶしゃぶとして、うわうまい、バリクソうまい。これしゃべれなくなる。やっぱこの手のね赤い魚で白身でいいやつはしゃぶしゃぶするとすごく甘みがね倍増する、2倍3倍になって舌の上でねふわっととろける感じになりますね。刺身よりやっぱりしゃぶしゃぶとした方が食べやすい、温度も上がるしね、そういうことだと思うんです。うまい。はい、ということで今回は毒魚オニカサゴをやってみました。オニカサゴね、これ釣りに行くとね1万円から1万5千円ぐらいするんですよね、外房でね。まあこれ買ったらやっぱり数千円とかっていう感じで、まあ、絶対食える。これね釣りにねやっぱりまたねさらに行きたくなりましたね。やっぱり自分で釣り上げて今度は食べてみたいっていう欲にねやっぱ駆られますよね。結構深場にいる魚なんでね、やっぱり釣れる場所限られてます。外房とか行かないとね、この辺だと釣れませんけれども、今度ね、機会があったらチャレンジしていきたいなと思います。ということで今日オニカサゴにチャレンジしてみましたという回でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。Hello, John.